そろそろアスピル、あ、アイスシールド。こうか。そうなると、カインが、フレームシールド持てるよね。すごい。カインがセシルのお下がりをどんどんもらってる人みたいになってる。あー、もう僕、セシルお兄ちゃんのお下がりやだーみたいな、そんな感じになってます。私は弟にお下がりあげてないな。サイズが違いすぎて。私、体格めっちゃいいのは皆さんご存知だと思うんですけど、175センチ75キロで、まあ、体もちょいと鍛えて、もともと骨太で肩幅もすごいある、しっかりしてるんですよ。なので、弟が、本当に私の弟かってぐらい華奢なんですよ。華奢、いや、華奢じゃなくなった。もう今は、今はちゃんと筋トレとかしてて、弟も。華奢じゃなくなったんですけど、昔というか、それこそ私と6つ違うんですけど、小学生の頃のお下がりとかあげられなかった。私は当時本当に、小学生の頃から170センチで、で、昔も言いましたけども、本当に太ってて80キロとかあったんですよ。中学生で170センチ80キロとかあって、で、まあ、それもあり、弟が全然そんなことがない体型だったので、あげることもなかった、というね。で、身長も私よりもちょっと低いので、渡すっていうことがなかったんで、おもろいよね。でも、今は、学校とか部活とかで、運動をめちゃめちゃしてて、私よりも全然多分体力あるし、筋トレもしてるから、体格も全然がっしり、半年に一回ぐらい、まあ久しぶりに会うと、ものすごい、体格良くて、なんか体が厚くなってるっていうのがすぐわかる。体が分厚い、でかくなってるっていうのがね、分かって面白いです。